JFTD 学園講師スタジオ松田のみ主催松田龍作様です。公益社団法人日本フラワーデザイナー協会理事長回口雅子様です。財団法人日本いけばな芸術協会常任理事一様式いけばな家元粕谷昭弘様です。株式会社アローラジャパン CEO 蓮オークメイド様です。社団法人 JFTD 公式審査員中山よしみ様です。社団法人 JFTD 公式審査員佐々木直樹様です。社団法人 JFTD 公式審査員高橋涼子様です。以上7名の審査員の皆様でございます。続きまして本日の審査員公表をいただきます。審査委員長を務めいただきました松田龍作様お願いいたします。先日ながら公表させていただきますが、その前に今ステージに立っているファイナリストたちももちろん含め、ブロック予選から、頑張ってきた、競技者たちの皆さん、それとそれを支えて、運営なさってこられた、花火と皆様にお疲れ様と申し上げたいと思います。でまず審査の件なんですけれども、皆さんも今日今回は、各種目別に、1位から表示されておりますけれども、これは、私たち7人の、それぞれ個人の、得点をつけまして、合意ではなくて、合計で出させていただいております。でファイナルに上がった方たちは、最初の申し込み審査、それからセミファイナルの、審査、それと今戦ったファイナルの審査、その3つの、合計で選ばれるということになっています。ですから、総合優勝という形になるかと思います。僕も長年審査させていただいておりますけれども、今回の申し込み審査に関しましては非常にテーマがはっきりしておりましたので、非常に審査もしやすかったんですけれども、残念なのは、去年に比べるとはるかに今年は美しく感じました。だけど今現状、先ほど一巡りしてきましたけれども、やっぱり水落ちしている植物が結構見つけ見受けられます。皆さんは花屋さんなので、明日の3時までこれを保たせるという約束で、参加なさったはずなので、もうこれもし、お客様のところに届いた場合にね、そういうことが起こってはならないはずなんです。それはこれからも気をつけて、デザインに走ることなく、金井さんの本当の技術としてのデザインというものを、考えていっていただきたいと、そう思っております。これでね、終わるわけでもなく、皆さん来年に備えてまた新しいスタートをして、より、上位を目指して頑張っていただきたいと思います。ということで、あんなんですが終わりです。松田審査委員長ありがとうございました。それではジャパンカップ2010ザファイナルの結果発表および表彰に移らせていただきます。まず最初に本日のプレゼンター、社団法人 JFTD 会長並びにジャパンカップ競技委員長川上博之会長、ご登壇お願いします。そして発表は社団法人 JFTD フラワーデザインプロジェクトリーダー有田純一から行います。それではお名前を呼ばれた方はステージ中央のマイクの前にお進みください。まずは第3位を発表させていただきます。第3位には東京都知事賞と
JFTD 会長賞が授与されます。それでは有田リーダーお願いいたします。発表します。第3位エントリーナンバー4番神奈川県平塚市グリーンライフショップ山口椿拓也さん。おめでとうございます。ジャパンカップ第3位東京都市長を獲得されたのはグリーンライフショップ山口椿拓也さんです。それでは第3位東京都市長の表彰を行います。川並会長、表彰状の授与をお願いいたします。賞状グリーンライフショップ山口椿拓也殿、あなたは社団法人日本生活通信配達協会第29回フラワーデザイン協議会ジャパンカップにおいて優秀な成績を収められました。よって個々にその栄誉をたたえこれを称します。平成22年7月4日東京都知事石原慎太郎。続きまして第2位の発表です。第2位には農林水産大臣賞と JFTD 会長賞が授与されます。それではお願いします。2位エントリーナンバー7番長野県長野市パラボッセ小林真理子さん。おめでとうございます。ジャパンカップ第2位農林水産大臣賞を見事獲得されたのはパラボッセ小林真理子さんです。それではジャパンカップ第2位農林水産大臣賞の表彰を行います。それではお願いいたします。賞状パラボッセ小林真理子殿、あなたの作品は社団法人日本生花通信配達協会主催の第29回フラワーデザイン協議会2010ジャパンカップにおいて特に優秀と認められたのでこれを称します。平成22年7月4日農林水産大臣山田文太。ジャパンカップ優勝者の発表です。優勝者には内閣総理大臣賞と JFTD 会長賞そしてジャパンカップが授与されます。それでは有田リーダーお願いいたします。それでは発表します。優勝はエントリーナンバー6番北海道夕張区栗山町高井美さんです。おめでとうございます。ジャパンカップ優勝者は花の中井美さんです。まずは内閣総理大臣賞の表彰となります。それでは川上会長どうぞお願いいたします。賞状花の中井、中井雄貴殿、あなたの作品は社団法人日本生花通信配達協会主催の第29回フラワーデザイン協議会2010ジャパンカップにおいて最も優秀と認められたのでこれを称します。平成22年7月4日内閣総理大臣菅直人。
カップの授与を行います。川並会長、お願いいたします。もうちょっと中寄ってください。はい、こっちから。